ペルタマ公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。日本プロ麻雀協会の市井裕太です。本日お届けするのは麻雀教室なにきる講座中級の3番をお届けしたいと思います。それでは早速、本日のなにきる問題こちらです。はい、ということで、中級講座は、皆さん役は知っているんじゃないかなという前提でちょっとお話しさせていただきたいと思います。現在ね、一つ何かを捨てれば上がりの状態なんですけども、この7、8、9をチーしてますね。はい、でさらには実は今回ドラがチュンが表示されてますので、白、この白がドラということになっています。で全体的に見るとこれ自牌とピンズしかありませんので、本一という役がついてますね。はい、ですのですでに見えているだけで本一、このチーポンすると本一というのが2番です。で白の役牌が1つで、ドラが3つ、6番折れているということはこれはハネマンという点数がもらえますね。はい、じゃあこの中で何を捨てればいいのか、ハネマンっていうのはねすごく点数高いのでどうしても上がりたいかなと思います。じゃあこの中で何を捨てると一番上がりやすいのかというと、実はね5を捨てるとこの1、4待ちになって、すごく分かりやすい形になるんですけども、実はこの両面待ちよりももっといい牌があります。それは何かというと、実はこの5の親戚みたいなこの2ですね、2を捨てるとすごくいい形になります。ちょっと分けてあげると、まずねこの先ほどと同じように1、4待ちがあります。これは先ほどと一緒なんですけども、実はよく見てみると、ね、麻雀牌3枚組作るためには順番でもいいんですけども、もうここに3つありますよね。はい、3枚組3つあると思います。これを分けてあげるとここ残ったところどうなるかというと、実は3の頭待ちも残ってます。なので1と4とこの3種類の待ちになっています。さっきのね5を捨ててしまうとこの両面待ちしかなくて、3の頭待ちっていうのは絶対に作れません。はい、ですので今回のように両面もできて3枚組としても使えて頭待ちにするっていう選択、はい、これがね一番多い形になっています。で実はこれ4を捨ててあげても、まあ、3か2待ちになるんですけども、はい、で3か2待ちになってこの後ツモで上がると3暗号という役がついて、さらに点数が増えやすいんですけども、この3暗号っていうものは自分で持ってこなくては役がつきません。他の人が捨ててロンで上がっても3暗号という役はつきません。ですので非常に上がりやすい待ちになっています。もちろんこのツモで上がっこれをツモで上がった方が点数がもう超ド級の点数がもらえるんですけども、超ド級の点数よりもすごく上がりやすい3種類の待ちのハネマン、超ド級とまではいかないですけどもド級ではある点数がもらえますので、高い点数がもうすでに確定しているときはさらに高い点数を狙うのではなく、上がりやすい形を目指した方がいいかなと思います。はい、というわけで本日も、ご紹介しました中級講座3番ですね。高い手ね、皆さんもちろん上がりたいと思いますけども、僕もねたくさん高い手上がりたいんですけども、ね、さらにその高い手の中でたくさん上がれるようにしていくとすごく麻雀でも勝てるんじゃないかなと思います。それでは、最後に公式、YouTube チャンネル高評価と、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、本日はここまでとなります。次回またお会いしましょう。さようなら。